木の聖地で、ほらここにあの車はここに止めてください。あるある、ここで合ってる。浅井長政お市の方、ははははは、本当にそこしか見ることねえんだな、戦国好きからしても。靴に履き替えて立ち残らんなもん。お城の塀がいいよね。本当になんていうの、車で目の前まで行けるお城って数少ないから。この山登りの大半がカットになるんだろうな。山の上には売店やトイレはありません。今どこ？右。全部回る人はこれ全部回るんだろうね。バカだろ。さとだ。雲出没注意って書いてあるし。熊ね。本丸ってそこに書いてあるじゃん。この一番出っ張ってる本丸あたりにじゃあ行ってみましょうか。遠いけど、まあいいや。 0.4 キロ、山道という問題を除けば400メートルしかありませんので、山道という問題を除けば畜生。綺麗な庭園だったよね。今本当に原っぱですけれども、もともとはまあお城のその庭だからな、文字通り。ものすごい手入れされた。ああ綺麗なとこだ。涙出てきた。マジ泣いとる。キモ。気持ち悪い。僕が見えるのはね。で、かつや一応最後に一個だけ、じゃあ動画終わる前に聞いておきたいんですけれど、例にも漏れずね。まあ有名な武将のいた場所ですよ。うん、心霊スポットにもなっておりまして、その落ち武者の霊が出るだとかなんだとかっていうのもありますけれど。出ねえよ。だよね。これで出てたら怖えぞ。ここそもそもなんていうの、ここでなんていうの、落ち武者になれるほどの戦いはないよって思うんだけど、俺も